アニメ化。時は宇宙世紀 0096。復讐のために作られたある機体の前には、あまりにも残酷すぎる道だけが広がっていた。シャンブロ。型式番号 AMA-X7。小説及びアニメ、機動戦士ガンダムユニコーンに登場。ジオン公国軍が地球侵攻作戦の際に、たった1ヶ月半で作り出したグラブロ。水中用モビルアーマーとして生み出され、単独で地球を一周できるほどの移動能力に加え、モビルスーツを牽引できる有り余るパワーや、強力な実弾と苦労を備えたこの機体は、シャア・アズナブル率いるマッド・アングラー隊に配備された後、ホワイトベース隊にやられた仲間の復讐のために戦い、白い木馬及び、ガンダムを大きく追い詰めることになったのだが、それでも一歩届かず、敗れ去っては爆散する末路を迎えていた。しかし、そこで培った技術は無駄ではなく、一年戦争終結から16年も先になってしまったが、新たな時代の技術も取り入れた上で、地上における最も残虐な破壊者を生み出そうとしていたという。それが逃れられぬ復讐の炎とともに、恐怖の破壊劇を繰り広げる機体、シャンブロである。パイロットはジオン残党軍所属で、媒体によって境遇は異なるが、自らが抱えた復讐と良心の狭間で苦悩し、悲劇への道へと進んでしまうことになる少女、ロニガーベイ。本機はジオン残党軍の手によって、グラブロを含めた様々な機体の技術を投入した、水陸両用の超火力モビルアーマーであり、その特徴として両腕部は胴体についておらず、脚部からクロウ状のパーツであるアイアンネイルが分離し、それをフレキシブルアームで制御することで、実質腕として使うといったものになっており、ジェネレーターはかつてのクイーンマンサに匹敵するほどの、非常に高出力なものが採用され、左右に広がった肩アーマーは、拡散メガ粒子砲を備えているほか、水中では海水を取り込む役割を担っており、頭部は開閉式になっているのだが、内蔵されている手法を打つ際には、上下左右に分かれるようになっている。推進系に関しては、大型の機体を動かすために特殊な構成になっており、後部のユニットにホバー推進システムが組み込まれていることに加え、両脚部には飛べるほどではないようだが、小型化したミノフスキークラフトエンジンを搭載しており、この2つを併用することで、一説では地上を時速142キロで走ることが可能になっているらしい。また、本機はこの陸戦用の形態に加えて、水中巡航形態や水中戦闘用といった、合計3つの形態に移行可能になっており、水中巡航形態時では頭部の首の部分や両肩部、脚部のアイアンネイルが収納されて、後方に移動させた状態になるのだが、その姿はグラブロに似た特徴になっており、水中戦闘形態はその状態で、脚部を前方に持っていくことで、機動力を生かした物理線重視の形態になっている。さらに水中用の形態では推進機関の役割も変わり、基本移動は両肩部から取り込んだ海水を、高速で後部ユニットから噴射する、MHD、電磁流体誘導推進システムというもので、無音航行を行う仕組みになっており、その状態で両脚部のミノフスキークラフトエンジンが、海水をイオン化させることで膜のようなものを作り出すため、より水の抵抗を減らした上で、ソナーにまで探知されない高速航行もできるなど、シャンブロは見た目によらず、海と陸で非常に速く移動もできる機体であるらしい。もっとも、莫大な資産力を持つアナハイムエレクトロニクスの協力を受けていた。袖付きのネオジオングと違い、ただでさえ予算の乏しいジオン残党軍が、本機をどうやって作ったのかという疑問も生まれるのだが、本機の開発経緯はアニメ化小説化で大きく違っており、それぞれロニの境遇も含めた経緯や、機体の一部の構造にも違いがあったりする。アニメでの本機は、もともとハマーン・カーン率いるネオジオンが、地球侵攻のために開発していたものであったが、同組織が内乱を契機に崩壊したために、そのデータを持ち出したジオン残党軍が、来るべき日のために開発を続行したというもので、6年という歳月がかかったが、ジオン広告の進化や袖付きからの援助や、技術提供も受けてようやく作ることができた機体になっている。そのため本機はそちらではハマーンの遺産とも呼ばれており、コクピットはメインパイロットとサブパイロットの2人が、対面で乗り込むといったものになっているのだが、メインパイロットのシートの周囲にはサイコフレームを組み込み、シートの上部にも、それと連動してサイコミュの同調率も高める装置をつけているため、暴走の危険性があるものの、一人で制御が可能になっているようである。それもあって劇中では、連邦によるジオン残党狩りで両親を殺されたロニが、その復讐のために一人だけで乗り込んでいたが、一応対面に乗り込む予定であったサブパイロットに関しては、メインパイロットのバイタルチェックを行う役割であったらしい。一方で小説版の方のロニは、父親であるマハディ・ガーベイが存命している上に、アッバスとアリードという二人の兄がいる設定になっており、それに伴い本機の開発は、ネオジオンが残したデータを元にしているのは同じであるようだが、開発の中心はロニの父であるマハディが経営している、ガーベイエンタープライズ社になっており、同社が保有する太陽光発電所の参加処分に相当する莫大な費用と、ジオン広告の進化の援助も受けて完成させたものになっている。そしてこちらでは、サイコフレームの技術提供は袖付きから受けていないようで、コクピットはロニがリフレクタービットによる防御、兄の二人が索敵と操縦を担当し、その後ろで機長のマハディが攻撃を担うといった、基本は4人体制で制御を行う環境のようになっており、緊急時にはマハディが操縦の主導権を全て握れるようにもなっている。その他、漫画版の方は兄がいないがマハディが存命しており、開発経緯には特に触れられていないようだが、コクピットの形状はアニメと同じタイプで、ロニとマハディが乗り込んでおり、こちらはサブコクピット側でも機体制御や火器管制は行えるようである。武装に関しては、鉄器を一撃で容易に叩き潰せる上に、掴めば両断も可能なアイアンネイルに加え、頭部の後ろのコンテナには、かつてネオジオンに接収された、サイコガンダムマーク2のものを元に作り上げた防御兵装で、鉄器が撃ってきたビームを跳ね返したり、両剣部の拡散メガ粒子砲を反射させて、予測できない軌道のビームにできる、サイコミュ制御のリフレクタービットがある。このリフレクタービットは、面白い工夫がなされており、ほとんどのサイコミュ制御のビットやファンネルは、地上では重力を無視できるほどの推力を持たないため、いくら念じてもボテッと落ちてしまうのだが、こちらはプロペラをつけたことでドローンのような飛行が可能になり、ビームを打つ機能まではつけれなかったものの、地上で使える数少ないビット兵器になっている。最後は本機最大の火力武装である。頭部に内蔵した大口径のメガ粒子砲で、こちらは射角が非常に広い上に、使用時にはかつてのゾディアックを彷彿させるように砲塔を展開し、本機のジェネレーターの本領を発揮する一撃で、いかにも頑丈そうな連邦の中央議事堂を容易に粉砕し、街の地形を変えるほどの火力を発揮するといった、とんでもない破壊兵器になっている。そして本機はアニメ版では袖付きとの協力関係の下で、地球連邦の首都であるダカールを襲撃し、もはや蹂躙するといった火力三昧な姿を見せるも、過剰な破壊になりかけたところで、こちらではロニの父親代わりとなっている、ヨンムカークスに止められては撤退するのだが、その後トリントン基地の襲撃では、海中で潜水艦を破壊した後に、海から連邦の艦船を襲撃しては、連邦の部隊に圧倒的な力を見せた一方で、サイコミュの暴走で無差別攻撃を始めてしまい、一般市民を大勢巻き込んだ破壊マシーンになってしまったのである。しかし、それを止めに入ったユニコーンガンダムに乗る、バナージリンクスの体を張った説得によって、一度は刃を収めはしたものの、そのすぐ後にカークスがやられてしまい、その怒りから再び暴走してしまったのである。それでもロニを諦めずに止めようとするバナージの意志や、邪魔をするなと言わんばかりに、ロニの父であるマハディの怨念がぶつかる中で、俺たちの戦争は終わったと伝えるカークスの思念が、ついにロニの暴走を止めることになるのだが、残酷な運命はそこで終わらせてはくれず、マハディの怨念が本機のメガ粒子砲を放ってしまい、それをロニはリフレクタービットを使って、ユニコーンガンダムに当たらないように守ろうとしたのもつかの間、同機からビームマグナムを奪ったデルタプラスに、コクピットを撃ち抜かれて終わってしまうという、悲しすぎる最後を迎えたのであった。さらに小説版では暴走に影響を与えたマハディが存命なため、アニメよりも非常な展開になっており、連邦が原因となった彼の妻の死や民族の問題もあって、膨れ上がってしまったマハディの怒りを存分に晴らすために、ダカールで容赦ない破壊活動を開始し、ホテルエンパイアにメガ粒子砲を撃ち、大勢の一般人を犠牲にした上に、その凄惨な光景を振り返らずに攻撃を続けるなど、ためらいなくアビ教官を生み出す完全な破壊者となっていたのである。その後バナージが説得しに来る流れは同じではあるが、こちらのロニはそこで間違いに気がつき、暴走するマハディを止めようとした挙句、彼に撃たれてしまうというより悲劇的な最後になったのである。そしてその後はロニの思念からの導きで、ユニコーンガンダムが撃ったビームマグナムによって、本機は撃破されることになったのだが、アニメではダカールの戦いの前に、一言二言しか話していなかったバナージとロニの関係は、こちらではお互いに色々と話をする中であっただけに、余計に悲劇とも言える終わり方であった。さらには漫画版も、アニメと小説の間のような背景と展開になっており、主導権はマハディにあるため、民間人をためらわず攻撃するところは健在で、ロニも彼を止めようとした挙句、再び悲劇に見舞われるなど、長い年月をかけて復讐者として目覚めた本機は、どの道でも最悪級の破壊者であることは変わらず、悲しすぎる宿命を背負ったロニと共に、深い眠りについたのであった。余談だが本機はもともと、ガンダムユニコーンへの登場予定があったわけではなく、加藤木はじめ氏が原型デザインを持ってきては、使えたら使ってくれたらいいよといった、控えめに進めた機体だったのだが、これだけの巨大水陸両用機を使わないのももったいないということで、おそらく小説版ではダカールのみの出番であるため、そこだと思われるが、急遽本機を中心とする地上でのエピソードが、単行本1冊分くらいの量で追加されたらしい。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。